七夕。さあ、アエロ、アエロタクト、世界の宮田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしいとこですね。DA もプラノも。あ、ありがとうございます。で、今日は電動パラモーターのデモフライト。持ってきました。持ってきました。北海道初上陸でしょうか。初上陸です。初上陸です。これがユニークです。ユニットです。この街、クラノで。ということで、よろしくお願いします。楽しみにしております。出ました。本体だそうです。お、ダースベイダーです。腰吊り。はい、あの、ね、デザインはあのパラジェットっていうメーカーがあるんですけど、はい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 、イギリスのそこのデザイナーがしたということです。フライト開始です。さあ、お、いい風が入って上がりきったら、さあ飛びました。あー、滑らかですね。音がやっぱかなり静かですね。水力に余裕があるんで。おお、うん、慣れるまでちょっとこう最初の、あ、美しい、美しいです。玉ねぎ、玉ねぎ1年分。普段モーターで飛ぶことに何らプレッシャーは感じないんですけど、今日は久々にちょっとプレッシャーを感じてます。なるほど。なるほど、あれ飛ぶんだ。300ぐらいまで回ってる。ラケットより強いですね。軽い軽い。女性でも簡単に、あ、軽いですね。できませんか。はい、スキップはできないそうです。ありがとうございました。あ、上野さんの離陸お昼の便です。こちらは宮田さんをかけるのにタンデムで、これからケンジさんとトモちゃんが出かける準備をしております。その頃宮田選手は頑張るか、頑張るか、お、いい風入ってる。振り向けるか、あ、振り向きました。これはいったでしょう。画面に収まります。頑張れタンデム。おお、いい高さになってきましたね。ケンジさん頑張っております。もうちょっとで追いつく。あとさんのエンジン回転を落として飛んでおります。
でも世界の宮田選手さらに高度が上がっていく。高度差歴然です。宮田選手は全然エンジン使ってません、モーター使ってませんね。なのに高い。うん、上向いて撮ってるのも疲れてきた。どんだけ高いかというと、お、エンジンを使いました。おお、ローパスです、ローパスです。静かです。ぶりつくところ。はい。じゃあちょっといただきます。はい。米どうぞ。なんじゃこれ。そんなにキャラメルですか。これキャラメルですか。すげえ。これは僕のメロン人生で間違いなくあのナンバーワンです。ナンバーワン、さっきこれがナンバーワンだったんですけど、はい、あの順位か入れ替わりました。これ置いといて、次これがナンバーワンに変わりました。メルティ、メルティ、メルティ、今ナンバーワンですね。買って帰らないわけにいかないな、これ。すごい栽培難しいらしくて。2本目行きました。テイクオフ取れませんでした。さあ、いきなり裏山に行って、プロペラ音はまだ聞こえております。さあさあ今度はあれ何だっけ、足別、足別、今あのピーク足別だけ、北の峰、足別北の峰方向今行ってます。あー、お墓サーマル使ってます。パッと見目測まあ700ぐらいでしょうか。こっから700、800ぐらいあるかな。あ、ここはカムイではありません、富良野です。運転つけて回しております。これ映ってんでしょうか。あ、黒缶に行っちゃいました。十勝岳方面です。お、今度は向こうの雲の端っこ、まあこの上の雲の端っこの方でまた回しております。さあ低い位置で回しております。エンジンは回っておりません。あ、今日はヘリコプターが随分飛んでますね。あっちにもこっちにも。お、さあ入ってきました、着陸。やや旭川寄りの弱い風ですね。お、おお、形状がありまして、はい、道の駅のような、はい、まさにそこのアスファルトが2段目の、アスファルトが2段目のこの尾根に向かってこうサーマルが非常に集まりやすいような気がします。あ、今日しか飛んでないですけどね。2回3回ここに入っても必ず上昇風に乗っていけるような西風の時はもうこれは最高という。さあ2時以降は最高ですね。2時以降、今日は2時以降最高のコンディションでした。